アレクト・トオマス・ミルズは、アメリカ合衆国テネシー州、モンゴメリー軍、クラークスビル出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のシカゴ・カブス所属。トリプル A 級オマハ時代2012年の MLB ドラフト22巡目で、カンザスシティ・ロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、アイダホ・フォールズ・チュカーズで、プロデビュー。 17試合に登板して1勝4敗3セーブ、防御率4.62、50奪三振を記録した。2013年は A 級レキシントンレジェンズでプレーし、18試合に登板して2勝3敗6セーブ、防御率1.59、47奪三振を記録した。2014年はルーキー級アイダホホールズと A 級レキシントンでプレーし、 2球団合計で14試合に登板して4勝3敗、防御率2.35、47奪三振を記録した。2015年は A 級ウィルミントンブルーロックスでプレーし、21試合に先発登板して7勝7敗、防御率3.02、111奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。 2016年は AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズで開幕を迎えた。トリプル A 級オマハストームチェイサーズを経て5月18日にメジャー昇格し、同日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは3試合に登板して防御率13.50、4奪三振を記録した。2017年2月8日にディーフとなった。 2017年2月8日に、ドニー・デ・ウィーストのトレードで、シカゴ・カブスへ移籍した。この年はメジャーでの登板はなく、参加のルーキー級アリゾナリーグ・カブス、A 級マートル・ビーチ・ペリカンズ、トリプル a 級アイオア・カブスでプレイし、7試合に、先発登板して2勝1敗、防御率2.57、20奪三振を記録した。オフには、アリゾナ・フォールリーグに参加し、メサ・ソーラーソックスに所属した。 2018年は7試合に登板して0勝1敗、防御率4.00、23奪三振を記録した。2019年は9試合に登板し、うち4試合で先発。9月16日の新シ品シティレッツ戦で9円登板し、メジャー初勝利を記録した。2020年は先発ローテーションに定着し、9月13日のミルウォーキーブルワーズ戦では、 史上242人目、305度目となる、ノーヒットノーランを達成した。カブスでは2016年のジェイク・アリエータが達成して、以来16度目で、わずか先発15度目での達成であった。9月14日には、プレイヤー・オブ・ザ・ウィークに選出された。193センチメートルの長身ながら繰り出す、速球は90マイル前後で、チェンジアップが武器。ありがとうございます。